おはようございます。純也です。今は8時ちょい前です。で、今から何年ぶりぐらいだかわからない、何年ぶりだろう本当にわかんないんですけども、軽くジョギングしてきます。というのもですね、今年の5月に、5キロじゃないか、7キロのランニングをする大会に出場することになりまして、で、最近全然ランニングとかできてないし、そもそも体力が、ガタ落ちしてると思うんで、ちょっと基本的な体力をつけなきゃいけないなってことで、今の段階からちょっと軽めにジョギングとかやって、基礎体力をつけておこうかなと思って、何年ぶりかにジョギングを再開しますというところで、早速朝出てきたんですけども、なんかね、いろいろと準備ができてなくて、ジョギング用のちっちゃいバッグがあったんですけども、あれが見つからなくて、なんかちょっとこんな感じででかいバッグになっちゃったりとか、あとはそもそもですね、この靴が、ランニング用じゃないんですよね。朝、ジョギングしてた時の靴見たら、そこがね、かなりすり減ってて、もうこれ買い替え時じゃないかなってことで、急遽別なランニング用じゃないけども、ちょっとランニングに適するんじゃないかなっていう靴を持ち出して、履いてみたりとか、なんか全然準備ができてない。ということで、何年ぶりかにまともに走るんで、今日はね、1キロ走ったらもう体力の限界になりそうな気がしないでもないんですけども、まあ、とりあえず、ちょっと、とりあえず目標2キロ、それぐらい目指して走ってきます。それでは、行ってきます。さらに、Bluetooth のヘッドホン、イヤホン持ってくるの忘れた。やべえ。何もインフォメーション聞けないや。もうほんとダメダメだな。ダメダメなランニング初日ですが。それでは本当に走ってきます。一応、中間地点と決めていた場所に、ここは何公園だろう。あ、わかんないや。何公園だかわかんないけど、公園までやってきました。で、調べたら、ここまでの距離が2キロちょいなので、もうすでに目標は達成されてますね。しかも、戻ると合計で4キロぐらいになるんで、なんか、数年ぶりのランニングにしては上出来になるんじゃないかなと思います。で、ここで、ちょっと、水を持ってくるのも忘れてて、全然ダメですね。準備が全然できてない。ここの公園は、飲料水が出る蛇口があるんで、そこでちょっと水分補給します。で、それでまたスタート地点まで戻ります。いや、疲れた。で、もう一つ忘れていたのがあって、あれです。右膝が結構痛みがちなんで、ランニングするときはサポーターを巻いてたんですよ。それもしてくるの忘れちゃった。ほんとダメだな。すべてにおいて準備不足でした。あと、ちょっとだけ休んで、また、往路だから袋、走ります。ここは広尾公園ですね。広尾公園を中間地点としていて、ここまで2キロぐらい。なので、往復4キロのランニングでした。でしたっていうか、まだ終わってないんだけど、ランニングになります。ということで、これから戻ります。ということで、数年ぶりといっても2年ぶりぐらいかな、ランニングしてきました。27分で、走行距離が、4.24km で、あ、消えちゃった。1キロがだいたい6分23秒。まあまあかな。まあ、とにかく、数年ぶりのランニングはいろいろ準備不足があったんで、次、忘れ物とかしないようにしないと、サポーター巻いてなくて、右膝が痛むんじゃないかと思ってはいたんですが、若干ピリピリはしていたんですが、痛みもなく走り切れました。その辺はまあ良かったかな。といったところで、数年ぶりのランニング終了です。疲れた。レッグコーヒーこんな福袋やってます。結構いいラインナップじゃないでしょうかね。面白そう。何でしょうか。消防車と救急車も止まってますね。何があったんでしょうか。何かあったんでしょうか。サイレンは聞こえなかったんで、何だったんでしょうね。きっと何かがあったんでしょう。ということで、ですね、今は1月5日、月の初めの例のあれですよ。月の初めの出先作業と思いきや、まだ出先の会社さんは正月明けしてないんで、出先作業はなしの郵便局です。今日は郵便局通い、それに行ってきます。で、一応、また G7X を持ってきています。設定を見ていたんですけれども、なんか人多いな。あ、そっか、今お昼の時間か。動画モードにしてるとですね、新しいファームウェアで採用された Vlog モードにするとですね、あ、今見てわかりますかね。Vlog モードにすると、右側のメニューがなくなっちゃうのわかります？つまり、詳細設定があんまりできないんですよね。普通の撮影モードだとか、マニュアル露出だとかにすると、右側のメニューが増えて、いろいろ詳細設定ができるんですけれど、こんな感じね。ジオラマ風撮影とか、あ、これはまだグレーアウトしてるからできないか。で、Vlog にすると、ほぼ何も設定できなくて、オートフォーカスの方式と、あと、記録サイズ 4K だとか 2K だとか、あとは ND フィルターのオンオフのみしか選べないんですよね。なんかちょっと不便だな。で、普通の動画自動露出にすると、右側のメニューが増えて、右側が何かっていうと、これはよくわかんない。オートライティングオプティマイズ。あと、ここが重要なところで、ピクチャースタイルが選べるんですよね。こんな感じで、中実設定、モノクロ、ユーザー設定の、それが1、2、3とあって、オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディティール重視、ニュートラルみたいな感じで、動画の色味がいろいろと設定できたりとか、あとホワイトバランスが調整できたりするんですが、ちょっと試したかった Vlog モードにすると、ほら、右側のメニューが消えてしまって、何も選べないという。で、その Vlog モードにすると、そのオートフォーカスだとか、オートの、露出が結構パキパキ動くそうなんですけども、それはいらなくて、普通の撮影モードのところでも、素早いオートフォーカスとかができればいいのに、ただそれだけなんですが、Vlog モードにすると、何もできないという、ちょっとこれは、ちょっと不便じゃないかななんて思ってます。ということで、Vlog モードで撮影を試したかったんですけれども、設定がうまくできないんで、この動画自動露出モード、これに設定して、ピクチャースタイルはニュートラル、これにしてみます。4K になってて、で、オートフォーカスは顔追従になってて、ND フィルターはオン。これで G7X 録画してみます。ということで、このシーンは G7X Mark III。昨日録画した時は、ピントが異様に甘かったんですよね。あれがなんだかわからないんですけれど、おそらく、こうピントを合わせる被写体がないんで、ピントがこう合わせられなかったんじゃないかと思ってたりもするんですよね。これあれかな？撮影しようと思った時に、明示的にピントを合わせるポイントを指定しないといけないのかもしれないですね。なかなか難しいな。ということで、自撮りにしてみました。今、タッチパネルで自分をフォーカスポイントにしているので、自分の顔にピントが合ってるかと思います。あ、しまった。今日、メガネに曇り止めしてくるの忘れちゃったんで、結構曇る。風が強いな。風が強いし、メガネが曇る。ああ、寒い寒い。あ、なんかそういえば土曜日、東京で雪が降るとかそんなこと言ってませんでしたっけか。そういえばそんなニュースを天気予報で見た気がします。ということで、郵便局到着。カメラオフ。ということで、郵便局到着。カメラオフ。よし、郵便局終了。で、次はですね、ビッグカメラに行きます。ビッグカメラで USB のケーブル、延長ケーブルを買ってきます。あれ、やべ。熱警告が出てる。熱上昇の警告がついてるの。ちょっと録画停止。ということで GoPro に切り替え。なんか G7X 使ってて熱上昇の警告ランプがついてましたね。今日結構冷たい風が吹いてて、気温も寒いんで、そんなに熱が上がるかなとは思っていたんですが、比較的簡単に熱上昇の警告ランプがついちゃいました。ということは、やっぱり熱は結構厳しめな設定をしていて、ちょっと熱が上がるだけでも熱上昇の警告ランプが出るようにしちゃってるのかもしれないですね。なので、もしかするとあのまま録画を続けていたら、熱停止しちゃうかもしれないです。とすると、やっぱちょっとね、熱厳しいなぁ。動画メインで使いたいなぁなんて思っていて借りた G7X なんですけれども、熱停止が結構厳しいとすると、動画目的だと使いにくいかもなんて感じてしまいます。スチールカメラとしてはおそらく結構有用だとは思うんですよね。下手くそな自分であっても割と雰囲気のいい写真が撮れたりもできていたんで、スチールカメラ用途としては抜群にいいかもしれないんですが、動画で使うとなると厳しいかもって感じかな。と言ってもまだ使って2日目なんで、決定するのはまだまだ時期尚早ってことで、もう少し使ってみます。とはいえ、熱停止は結構悩みの種かもしれないですね。よし、ビッグカメラ到着。それではカメラオフ。よし。買いました。なんか、初売りで、ガラスフィルターなのかこんなのが売ってたりとか、あと GoPro の手首のマウンターかなそんなのが、めっちゃ安く売ってるんですが、これといって興味あるものなし。ということで、戻ります。どっかでランチ買って帰ろう。どこにしようかな。